ね、楽しいやっぱ。お外いいわ。お外いい。お外いいよ。うん。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は前回ウィークの体験をこうした動画を配信したと思うんですけど、今回はそれをお外で歩いて、体験してみようと思います。やっぱこう室内じゃなくこうボコボコの道を歩くのって、私今までいろんなこう歩く歩行経験した中でも初めてなのですごく不安ですが、頑張ります。頑張ってください。頑張ります。はい、はい、いい感じ。え、ここ下りなんだよね。でも下ってる。あんま下ってる感じしない。やっぱ室内とは全然違う、うん、こんなにずっと歩いてなかったし、あの直線しか歩けなかったから、すぐ U ターンしてきて、そうですね。カメラを見ながら帰る。道を駆けにしちゃいましょう。じゃあ一回止まりましょう。はい。あ、ここ？これさ、思ったんだけど、うん、後ろに、後ろに、じゃあもっと少し、もう少し、いけない？いけるよね、いけるよね。全然大丈夫です、はい、ほら。じゃあもうちょっと後ろに、はい、あ、そうそうそう、あんま行ってない。はい、あっち、こっちから撮って、女神ね、女神、女神。
坂、ああなるほどね。坂だわ。これはなんていうの？え？坂なんだけど。え、坂なんだけどさ。坂だよ。でもそんなに歩行器を扱いが難しいな、坂だと。歩行器がやっぱ前ちょっと浮いちゃうから、やっぱりリーさんが押さえててくれるから大丈夫だけど。ああ坂だわ。坂だ坂だ。感じました。うん、でもこれちょっと前傾っぽくなる。でも全然そんな、え、いい感じですか？うん、感じですね。すごいです。え、こんなに歩けないもん？まあ、2回目でした。こんなに歩ける人は。初めてです。2回目のような、初めてのようなね、もう半年以上前で、ね、楽しい。やっぱお外いいわ。お外いい、お外いいよ、うん、まあ、難しいところか。ここだね、ここ、このちょっとした、でもさっきより足上がってる気がする。うん、大丈夫ですか？座った。ではこんな感じで、ちょっとさすがにさっきの自由の女神からガンダムまでは歩くことはやっぱ難しかったけど、でも本当に外を歩くのがめちゃくちゃ楽しかったです。まあ、外を歩くのはちょっと回数を重ねたり、その人の技術面のこう流れでいろいろあるけど、でもぜひフリーウォーク体験してみてください。めちゃくちゃ楽しかったです。はい、ではこんな感じで、どこ行くのよ。はい、この動画が、いいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。やばい、お辞儀できなかった今。